こんばんは。それでは今日も乾杯じゃなくて、晩酌をしたいと思います。乾杯。うまい。チラチラ光ってますけども、今日は登校日が12月24日ということで、クリスマスイブの定でお送りしたいと思います。今日作る料理はクリスマスなんでこちらです。ドヒン、久しぶりの肉です。アメリカ産のポンドステーキ肩ロースです。100g 248円、279g 746円。これを焼いて食べたいと思います。もう油も引かず、そのまんまのこいつの油でいきたいと思います。じゃあいきます。ちょっと弱火で、塩でしょうか。こんな感じです。もうちょっとレアでいきたいと思います。両面を軽く焼いたら仕上げにニンニクをかけます。そしたら強火にしてニンニク麺を、ニンニクをしっかり香りをつけて、完成。うまい。
今日はクリスマスということでですね、何年、多分10年以上飲んでないですけど、ワインをね、飲みたいと思います。買ってきたのはこの250ミリサイズのボトル。ルイス・フェリペ・エドワーズのカベルネ・ソーヴィニヨンです。赤ワイン。チリさんですね。2019年もの。ちょっとラベルが可愛かったんでこれにしました。値段が何分300円ぐらいかな。これ飲みたいと思います。飲みやすい、美味しい。もう僕はもうずっとビールしか飲んでないです。もうアルコールはもうビールしか飲んでないですけど、もともと家が酒屋だったんで、酒は全般何でも飲めます。飲もうと思えば。もう20代で散々飲んできたんで、もういいことないんでね、酔っ払っても。もうビールだけしか飲めません、今は。ラスト。よっしゃ。クリスマスなんで、こういう番組でいきます。本日のお菓子は、除菌イカの姿揚げです。懐かしい、これも。1袋262キロカロリーです。イカの風味が香ばしい。ごま油、
それでは最後にクリスマスソングを一曲歌います。上品。起動しました。クリスマスソングで一番好きなやつはサイレントイブっていう歌知ってます。カルシマ緑っていう人なんですけど、これね高校ぐらいの時によく聞いた、クリスマスソングで一番好きな歌です。ちょっと女性の歌なんでね、ちょっと男性の聞いて歌いますんで聞いてください。サイレントイブ。さあ調子悪いな。サイレントイブです。これね広告がついてるんでちょっとやかましいですけど、一番が一番好き。ちょっとこの広告が本当にうざいね。だ UQ はお客様満足度ナンバー。
いい歌ですね。13% なんで結構酔いますね、ワインは。それじゃあ早めに寝ます。皆さん、メリークリスマス。おはようございます。